それではパドックの前に来ました。いやーもう圧巻ですね。もうね、86が綺麗、みんな。一昔前ってその20年前、86っていうのはね、汚ねえのしかいなかった。本当にもうなんかみんな貧乏人で直せませんみたいな。だけどこの頃の86って見て、光ってますよ。そう、みんな綺麗なの。こんな顔してこんな綺麗な車に乗ってんだよ。え、褒めてるんだ。あの顔でこの綺麗な車に乗ってんだよ。本当ですね。いやだけど本当にこれもそうだけど、綺麗ですね。ね、下手な車なんかより全然綺麗でしょ。手入れが行き届いてる、ね。そう。だからね、やっぱ86乗りって愛が半端ないの。これもそうだよね。見せることにも命かけてるってことですよね。そうですね。ただ走るだけじゃなくて見せるっていう。だから86愛ってね、やっぱ86ユーザーってすごいと思う、その辺は。そうですね。うん。綺麗だよね、みんなね。思い。そう、うん、いや本当なんかね、嬉しくなる。やっぱこう86が走り出すと日本って元気だなと思いますよ。あ、そうですか。ちゃんと 4AG でね、頑張ってるしね。 4AG だともう120-130馬力しかないもんね。なるほど。これもカーボンで、いやもうこれ金かかってますよ、もう。ボンネットカーボンですからね。ドライですよ。今日はなんと外国人、海外が参戦なんです。あ、じゃあ日本一決定戦じゃないの、世界一決定戦だ。海外から、それではですね、Nice to meet you。 初級クラスから。 Where are you from? Australia。 オーストラリア。スタートして、車はどうしたんでしょう。初級クラスの方、これ Your car? My car, yes。 車の移動をお願いします。あ、日本に置いてある。 You have it in Japan? Yeah, I have it in Japan。 日本に置いてある。すごいね。オーストラリアから来るんだよ。気合入れて走ってください。オーストラリア のワールドタイムアタックに俺毎年行ってる。入場の時パンフレットの中に入ってると思います。それでyes。 シドニー、yeah, in Sydney。 自分が審査基準で何でもいいですか。いやいやいや、86がかっこいいでも何でもいいです。 You drive? No, no, I don't. I have other 86 at home, but I don't do time attack. No attack.オンリードリフト。いいね。すごいですね。いいね。もうワールドワイドになってきましたね。すごいね。すごいですね。へえ。すごい。日本に置いてある車で。そう。始めますんで。すごいですね。ね。Thank you。ワールドワイドになってきました。もうすごいすごい。あとお客様も結構いらっしゃってるんで、車の移動を気をつけてくださいね。さあ今度は反対側のパドックの方に行っていきたいと思います。ね、右見ても左見ても前見ても後ろ見ても86。本当ですね。やっぱり本当土屋さんおっしゃるように綺麗です。綺麗。本当に。だからやっぱね、本当昔20年前は貧乏人しか持てなかったんだけど。今はね、貧乏人でもこう愛が強いからさ、綺麗にするんだよね。車に対する愛情を感じる皆さんですね。この辺なんかもう本当これさ、本当です。だってもう何十、30年経ってますか。経ってる経ってる。1984年。ね、俺にしたら本当綺麗です。これだって普通に300万以上するよ、これ。ですよね。86の新車価格って150万円ですからね。だから今このレベルで並んでるとみんな300万以上ですよ。ちょっとした外車買えるわけですよ。いやもう全然。これなんかすごい綺麗。すごい綺麗。これめっちゃ綺麗だよ、これ。そのまま順位にお金かけてますね。ね、でシンプルイズベスト。わかりやすいよね、エンジンルーム。今の車なんかもうごっちゃごっちゃしてんじゃない。やっぱこういうのがね、いい。86ってこうなんだよね。これやばいね。これね、中古車に並んでたら500万ぐらいする。車綺麗でしょ。エンジン金かかってるでしょ。これはやばい。この辺もそうだよね。あとはだから各々がその個性をしっかりと把握して、そうそうそう。だって顔がみんな違うじゃない。はいはい。ね、だから走りも違うし、顔も違うし。86ってそういう楽しみ方がある。もうほんのちょっとしたフロントバンパーだとかリップスポイラーとか、それだけでも自分の個性が出てる。はい、そこがいいんだよね、86は。でね、豊富なパーツ。あ、そうですね。もう86に関しては本当にすごい
数のパーツが出てるの。それをみんな各々がその個性を出してチューニングしてる。そこが86のいいところ。はい、初級クラス間もなく。ということでパドックを一周してみました。本当に個性のある各車を土屋さんに解説をしていただきました。土屋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。パドック周り以上で終了とさせていただきます。